いやーすごかったな、本当に心の汗、うん、涙を流しましたよね、うん、アフレコスタジオでもめっちゃビシビシ感じたもん、そこのところもうね、気持ちが一つになっていく感じが、あの回好きだったんだよな、ね、本当にね、あの話してアフレコして、うんうん、その自分が喋り終わった瞬間にうわ気持ちいいって思った回があれが初めてでした、生まれて初めてでした。もうイリノさんとの掛け合いだったんですけど、うんうんうん、あの僕終わった瞬間超気持ちいいって言ってたじゃないですか。言ってた。どこの水泳選手かなって思った。いやもうやばかったですね、本当に、あれはね、本当にだから僕21話はね、本当に印象深い回ですよ。スタジオのみんなも多分気持ちいいって思ったと思うよ。マジで。だってあの監督さんがさ、てかあのまあ音響監督さんがさ、すごく美しかったっていう風に言ってたじゃん。あのハーモニーが。いや本当みんなそう思ったと思う。いやもう本当に入野さんありがとうございます。この場をお借りして。ぴったりだったね。あそこは。じゃあちょっと一通読ませていただきます。